今日はこれを紹介していきたいと思います。ティルタ、またまたティルタさんです。ちょっと不思議な形してるパーツですよね。まあ動画やってる方だったらねすぐわかると思うんですけれども、これ V マントバッテリーを搭載できるプレートがついてますよね、ここでね、はい、それにティルタさんのオリジナルのパーツを組み込んで、このウェイトのプレートの部分にカメラを載せる。そしてカメラと、バッテリー一体型でね撮影して電気材を運用していくっていう、そういう商品になります。これね、正式な名前がティルタ V マントバッテリーベースプレート V2。 これ海外の人がこの動画見たら発音悪いな日本人って、そういうふうに思うんでしょうね。でね、商品の方がですね PABSP2VG、 8V が1個ありますね、ここにね。それから 12V が1個あって、14.8V、 その隣にまた 12V 端子がついてます。で反対側にもね 14.8V、 これ1個ねついてますからね。でこのような状態になります。ここに V マウントバッテリーをねセットするので、当然ここがね分解できるというか、セパレートね。でね、これね価格が日本の代理店さんのショップで購入した場合は 27,566 円、結構高いですよね。海外で買うとですね、なんとそこから1万円ほど安くなります。だいたいねアリエクスプレスでどこで見ても1万8000円ぐらいで購入できますね。海外で買って個人輸入した方がお得ですね。だいたいねアリエクスプレスあたりだともう、この金額だと送料無料で届きますから、1万円ね、多く払う必要はないんじゃないかなと思いますので、海外のショップで購入してみたらいかがでしょうか。でね、このような形状ですから、まあ薄いものからある程度の厚さのものまでねこう入るんですけども、 V マウントバッテリーがね、これね、だいたいちょっと測ってみたんですけれども、V マウントバッテリーだとね、7.5 センチぐらいまで入るみたい。実際にね、ちょっと今見せてみましょうね。ご覧の通りですね。はい。まあ、ここをどのぐらい、ね、高さをね、作るかなんですけれども、だいたいまあ 7.5 センチぐらいのものまではね、確実に入ります。V マウントバッテリーでも 250W ぐらいの大きな、もの、高さね、あれ9センチぐらいあるのかな、そういうものはねちょっと難しいかな。ただ具体的に、名前出しますと、例えばロアジャパンなんかのね V マウントバッテリーのね、L サイズの方、190W あるやつですね、あそこら辺なんかはもう確実に入りますからね。それから M サイズの薄いものもねこれで対応できますよね。これ重さもね測っときましょうね。よいしょ、 418g で、このバッテリープレートなんですけれども、見てください、ここにね IDX書いてありますよね。これ、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、日本の企業ですよね、そんなに大きい会社ではないんですけれども、マーケットシェア獲得している会社ですよね。僕がねテレビの中継のスタッフなんかやってた時はまだこの会社はなかったです。90年代ぐらい入ってからねこの会社できましたよね。結構ね歴史は新しいんじゃないかな。 IDX はねバッテリー買ったり、それから、V マウントバッテリー
充電器チャージャーってやつですね、そういったものも、買ったりしてますので、まあ、馴染みはありますね僕にとっては。これはね、ここの黒い部分あたりは IDX さんの商品で、プレート V2 っていうものが、これ単独でも売ってます。だいたいね、買うと1万5000円くらい取られるかな、結構高いんですよ。で、そこの IDX の商品にピルタさんが独自のオリジナルのね、プレートをこうつけて、で、一つの商品にしているっていうものになりますね。皆さんね、ここロッドの2つ穴が開いてるんで、 15mmLWS のね、デュアルロッドシステム、このまま使えるんじゃないかと勘違いする人がいるんですけども、これね、独自の企画になってるんですよ。チリタさんオリジナル独自の企画なんで、このままではデュアルロッドのシステムにポンとつけることはできません。ここからね、ちょっと難点といえば難点ですね。リグを組むときに、使う 15mm の LWS、デュアルロッドシステムですね。これね、 15mm のロッドで、ここの幅がね、6センチだったかな。で、これはね、合わないっていうことなんですね。だから、ここがこう、つけられないんですよね。見てください。合わないでしょ。違う規格なんですよね。ちょっと難しいです。でね、早速なんだけど、これ、こちらのね、カメラにね、実際にセットしてみましょう。これをまずね、外して、このカメラのここにつけていきます。ね、XLHで滑りきますから。はい。これでですね、終わりです。これを。はい、完成です。こんな感じになります。どうですか、ね、簡単ですよね。もう上の部分のプレートをカメラケージのね、ボトムに装着して、あとでここのバッテリープレートに、差し込む、ここの部分ですね。これで完成します。とにかく簡単ですよ。で、カメラケーブルをね、このようにつないであげれば完成です。ただね、これバランスがあんまり良くないですよね。こう前にお辞儀してしまいますので、このようなプレートをかましてあげて、このようにね、大丈夫。これでね、バッテリープレートの下側に、みんな大体マンホロットのプレートを使うのかな、こういうのね、まあ、僕も持ってますけど、こういうのね、ちょっとかましてあげて、このようにね、はい、これで自立しますよね、倒れないですよね。はい、で、ここに、V マウントバッテリーをセットアップしてあげれば完成ということになりますね。とてもシンプルですよね。ここにバッテリー、
カメラ本体、レンズ、まあ、あとはね、トップハンドルとかサイドハンドルあといいですけど、これだけでね、簡単にマッチに持ち出してランアンドガン的な感じでね、気軽にしかも長時間撮影ができる、こういうシステムになります。で、なぜね、僕はこのティルタのね、このタイプの、下にセットできる V マットバッテリープレートを導入しているかというと、最小限の機材で機動力を確保し撮影をする、しかも長時間といった時に、やっぱりこれがね、一番楽ですよね。でそもそもね、大きくシステムを組んでしまうと撮影すること自体もね、かなり苦になってきますから、やっぱりこういうものでね、ちょっとした動画をね、さっと撮影するっていうことがね、可能にするにはこのタイプが一番いいんじゃないかなと思います。でここのね、トップハンドルなんかついてますけれども、実際にトップハンドル外しちゃえばね、ちょっと大きな一眼レフカメラみたいな形になりますので、ここのね部分にストラップをねつけて、ここと、ここですね、首から下げたり肩から下げたりして、何気ないね感じで撮影するっていうようなこともねできますよ。こうやっちゃうとね、もう本当に普通のカメラですよね。ちょっとリグが組んであってね、ごついかもしれないですけれども、周囲の人からの目もね、あまり気にならないんじゃないかな。周囲の人も撮影者をね、気にすることもないかなと思います。これね、バッグにもさっと入るような形にできると思います。レンズだけね、外してもいいですし、このままで大きなね、バッグに入れてもいいですし、最小限のねシステムで撮影するハンドヘルドのランアンドガンタイプってなると、これしかないかな。それもね、長時間撮影したいってなると、もう V マットバッテリーでね、これ一択っていう形になると思うんで、この、商品をね、僕は導入してます。で、ランアンドガンで撮影するような時っていうのは表になりますからね、どうしてもサンフードなんか晴れてると必要になると思うんですよ。それの場合はこれね、また後で別でね紹介したいと思いますけど、ティルタのねフルボックスタイプのサンシェード、別売りで売ってます。これね、これも買ってる人少ないと思うんだけど、これは結構いいですよ。はい、こんな感じですね。これがあるとね、モニターが見やすいですし、このモニターにね、自分の顔とかね、後ろのね、背景がね、反射したりしませんので、いいと思います。で、ここにね、大きなバッテリーがあると、外付けモニターつけたい人はね、つけてもいいと思うんですよね。どこまで組むか、人それぞれですけども、意外とね、ここに V マットバッテリーがあるということでね、アクセサリーの運用も簡単になってくるんじゃないかなと思います。僕はまあ、ランドガンだったら、ここにやっぱりね、ストラップをつけて、ハンドル1個ぐらいね、これ、入れて、運用するって形になるかと思います。本当にこれだけでね、収録できてしまいますから、簡単ですよね。まあもちろんね、マイクはまた別途考えなきゃいけないですけれども、今はね、割と機材マイクなんかもありますから、もしどうしてもね、音を拾うっていう場合でもね、2枚も出せばね、性能のいいショットガンマイクなんかも購入できますし、どんなサイズの V マットバッテリー選ぶかですけれども、まあ、連続で3時間ぐらいは撮影できるでしょうから、1日いけるんじゃないかなとは思いますね。ロアジャパンの L 型ぐらいだったら、多分5、6時間実際に本当に回してもね、持つんじゃないかなと思いますね。このランアンドガンタイプミニマム装備でね、いいんじゃないかなと思ってます。で、このね、バッテリープレートなんですけれども、このね、カメラケージの下に
セットするっていうね、一体型で用いるだけでなく、あるねパーツを組み込むと 15mmLWS のデュアルロッドシステムタイプのね、リグに組み込むことができます。別途ね、ちょっとオプションでパーツを買わなきゃいけないんですけれども、そんなに、まあちょっと高いかな、でも、まあどうにか、許容範囲内の金額で購入できますから、そういったものを組み込むことも可能です。それもね、この後ねちょっと見せていきたいと思いますので、よかったらご覧になって。